日ご来店誠にありがとうございます。お刺身食べ放題ですね。こちら59分となっております。ビュッフェ取りに行く際にはマスクと両手手袋その都度お願いいたします。ただいま紙皿紙コップを使わせていただいております。1回使ったら捨てて新しい紙皿でお代わりの方お願いいたしますね。またこちらのイクラなんですが、イクラだけは食べ放題ではございません。この59分間で1回しか取ることができませんので、頑張って1回作ってください。最後にですね、お盆と飲み残しの方は下げ台へ、あとのゴミはお近くのゴミ箱の方に捨てて帰られるようご協力をお願いいたします。はい、いただきます。というわけで本日もやったねの天が、天がなんでやねんちょっとテンション低めのアボちゃんが本日もやっていきたいと思います。はい、湘南ゴールドでね、いっぱいかましまして、こちら、わお、こんなに入ってんのね。はい、素晴らしい。というわけで、これすごくないですか、このお刺身たちとお魚たちの彩り緑の感じ。はい、本日こちら参ったのは、参った、こちらお越しになったの、お越しになった、こちらにね、あの訪問したのはですねあの漁港の駅って、あの、まあ、よく道の駅とかあるじゃないですか。漁港の駅っていうものも小田原には存在しまして、はい、そちらのね、トト湖小田原っていうところにね、お刺身天国小田原海鮮ゴーゴーというね、海鮮食べ放題があるんですね。はい、わお、そうなんです。海鮮が59分食べ放題、素晴らしいじゃないですか。なぜ59分かと言いますと、天国の号泣ということでしたね。はい、このお刺身もあるし、こういう竜田もあるし、煮付けもあるしなあ、ご飯も、あの寿司飯もあるし、寿司のシャリもあるし、ご飯もあるしという感じですね。いや、でこのテラスでは、あの犬も連れてくることができるので、犬連れの方もね、あのこうやって、食べ放題を堪能できるわけでございますよね。はい、いや、こちらね、あの前回僕2月か3月に来たんですよ、去年ね。で動画にアップしたんですけども、その1週間後にあのアカウントがバンされましたショックなのでね、動画撮って素材もなくなった状態でね、消えてしまったので、また撮りに来ましたね。はい、いや、でもいつ来てもここは美味しゅうございますよ。厚切りでね、
薄切りがいい方はね、薄切り専用のコーナーもあるのでね。はい、あん肝です。今日は特別サービス、あん肝がついてきましたね。一品だけね、なんかその日の特別なものがついてくるんですよね。はい、こちら食べ放題で2900円、消費税別ですね。はあ、いやー、いっぱい食べる人からしたらお得ですよね。このね、ここは3階なんですけども、2階にも丼専門店なんてありまして、そこではね、ウニラーメンとかあるの。めっちゃ気になるでしょ、ウニラーメン5000円。僕あのウニ大好きなので、ウニラあのね、 YouTube 登録者数1000人超えた時にね、記念ということでウニラーメン食べようと思ってたんですけども、すっかり忘れておりましたね。まあでもちょっと一回は食べてみたいね、ウニラーメン5000円で、ラーメンの上にウニが乗ってんだって。いやー、どうなんだろうね、ご飯の上ならいいけどね、ね、気になるよね。はあ、なので丼で別に食べ放題じゃなくてもいいよって方はね、2階に行けば海鮮の丼がいっぱいあるということで、はい、そちらでも楽しんでいただけるという感じでございますね。あら、海苔を使って、あー、手巻きですね。わー、たらこの手巻きですね。あー、これもいいね、海苔もいっぱいあるからさ、使いたい放題ですよね。はい、わー、煮つけがなー、いやー、しみしみですわ。いやー、しみしみね、美味しゅうございましたね。まあ、ちょっと今の時期は寒いかもしれないですけど、これからね、春になって暖かくなってきたらね、お邪魔するのもいいんじゃないでしょうかね。テラスもいいですよ、心地が良くて、日差しがねちょうどよく降り注いでという感じで、うわうわ、分厚いな、こんな贅沢な、こんなふてぶてしい、わあ、はい、こう、私は酢飯を頼んだんですが、酢飯ちょっと硬かったね、普通のご飯にすればよかった。唐揚げくんでございます。わんぱくな方も大丈夫、唐揚げがあるから大丈夫という感じでございます。はい、あー、特に話すことねえな、なんでやねん。じゃあお食事をどうぞご覧ください。わっ、何ですかこれ、ブリですか、くわー、何これ、何これ、すごいじゃん、わさびいっぱいつけた、ちょっとお醤油つけすぎだよ、お醤油つけすぎだってば。いや、でも油が弾いてね、ちょうどいいですわ。いや、生唾出るいいね、みんなね、海を見に来てますね、後ろの人たちは。あら、アボカドと、アボちゃんのトレードマークのアボカドとネギトロを食べていく。あー、うまいでねえか。いいね、アボカドをちゃんとチョイスするってさすがですよね。ガリもなんか昆布と一緒のものですね、珍しい。ガリうまいよな、ガリいっぱい食べちゃうよ。生姜ってうまいよな。あれ、こっちは何、何これ、こっちこそブリじゃないの、何これ、もうわかんないよ、うまそうですね。ちょっとね、風があるとね、あの紙コップだったりこの紙皿がね飛んじゃうんですよね、そこがちょっとネックかな。だから風がない日に行きたいもんですよね。あと、イクラは1杯、これ1杯分、スプーン1杯分しか取れないのでごっそり取ってきましたね。いやー、これだけでも十分ですよ。いっぱい乗せてな、オクラも乗せてな、ネバネバネバですね。はあ、うまいね、うまいね、ムイズアーブちゃん、なんでやねん。あ、日が当たってきましたね。はい、はいはいはい、おいしゅうございます。なんと、ここでなんと、はい、来ました、去年も取りましたね、寿司パフェでございます。こちらではね、自分でね、好きなように、もうこのパフェのね、容器が置いてあるので、好きなようにですね、詰め込んでいいわけなんですわ。私はシャリに、錦糸卵にシャリに、
海鮮ものですね。またご飯に届かねえの上にいっぱい乗せちゃうとご飯が全然出てこない。まあでもすごいね、映えるね。いやすごいね、豪華だね。こんなもん出てきたらもうたまりませんよな。うわネバネバ。いやオクラも体にいいからの。あ、そういえば納豆とかあればいいのにね。湘南ゴールドもうまかったな。いやはい、豪華だわ。目で楽しんで舌で楽しんでね、そして潮風を鼻で楽しんでというね。ああ本当にうまいな。シラスも取り放題でございますからね。やっぱアボちゃんは緑があるといいですね。緑が会えるといいね、映えるね。あーまた挟んじゃった。いやーなんともなんとも贅沢な贅沢な食べ方をしておりますよ。なんか今日の動画長えな。もう話すことないのに長えな。もう あとちょっと食べきれるか。結構な量食べてますよね。はい、ちょっとガリで味変。わ、空が綺麗だ。空も綺麗だね。君の方が綺麗だよ言うてね。なんでやねん。なんだかね、うまいね。話すことないね。うわ分厚。たまにはこんな贅沢もいいですよね。はあ、いやこんな漁港の駅なんてもうなんぼあってもいいですよね。ね、湘南の方にもできないかな。こんなんできたらなんぼあってもいいですからね。はい、というわけであっという間に完食でございますね。綺麗に食べた。フレークの部分も食べたね。はい、というわけで気になった方は行ってみてはいかがでしょうか。というわけでまた次の動画でお会いしましょうね。ガブリンチョガブリンチョガブリンチョということで、はい、じゃあね、バイバイ、またね。